2ダッシュがプラスとなってついにメガドライブに登場。はい、全国のゲームセンターをあっという間に格闘ワールドに塗り替えたあのストリートファイター2ダッシュが自分の家でも楽しめちゃう。しかも24メガの大容量だからグラフィックもサウンドもアーケード版と比べても遜色なし。もちろんダッシュの特徴である四天王のマイキャラ利用や同キャラ対決も OK。 You win!名称通り様々な機能がプラスされているんだ。まず新必殺技エキサイトモードを選択することによってチュンリーの気功拳や竜の空中竜巻旋風脚などが使えるようになる。そしてスピード、このエキサイトモードではスピード調節も可能となって初心者からマニアまでレベルに合わせて戦うことができる。でさらにアーケード版にもない機能が追加された。通常プレイでは1対1のバトルだったがこのプラスでは1人から最大6人までのキャラを選択して団体戦が楽しめちゃうんだ。しかもこの団体戦にも2つのモードが選択可能。1つは総当たり戦のマッチプレイ、これは選んだキャラの順番に戦っていくもの。それぞれのキャラの戦いで勝ち数が多いプレイヤーの勝ちとなる。そしてもう一つはイリミネーション、柔道の試合のような勝ち抜き戦形式で負けるまで同じキャラが戦い続けるというもの。両モードともキャラの選択と順番が重要な鍵になるぞ。ストリートファイター2ダッシュプラス、プラスの名称は伊達じゃないぞ。ストリートファイター2ダッシュプラス、カプコンから定価9800円で9月28日発売予定。